今回はですね、私のチャンネルでは最近ずっとシリーズ化して紹介をしています。まあ、言いたいことは、Chromebook でメモリー4イトで足りますかっていう話なんですよね。で、その最初のきっかけが、だって4イトの Chromebook、スワップ入りまくってんじゃんっていう話から始まって、まあ、ただ、フルブラウザで使ってればスワップ入ってないんで、まあ、4ギガでもね、足りてますねと。 だからフルブラウザ運用するんだったらまあまあ 4GB でいいでしょうと。で 4GB でもやっぱり重たい Chromebook は重たいよねということで結局 Chromebook というのは 4GB のメモリー搭載しているイコール比較的ローエンドイコール CPU パワーが低いのでどっちにしてもねメモリーが端ギガになったところで CPU が変わらなければおそらくそんなに快適に使えない変わらないんじゃないかっていう結論に まあ、一つ足してですねでもう一つは、じゃあ CPU パワーが上がれば快適に使えるのかっていうことで、まあ、今日ここにあるね N100 の Amazon で、えー、月間3000台以上も売れているというね、バカ売れの超人気クローンブック。まあ、これ N100 でメモリは 4GB なんですね。ただ CPU パワーが結構ね、その今までのローんでるやかなり上がってますので、それだったら 4GB でも使えるんじゃないかっていうことでやったんですけど、まあ、画面キャプチャーしながらやったんで、 割と重たいっていうことで、結局なんかクローンブック n 1 0 0でもダメじゃんみたいな、ちょっとそういう雰囲気になっちゃったんですね。自分もそういう雰囲気になっちゃったんですけど、でも結構やっぱ画面キャプチャー重たいよねっていうことで、改めてま N100 搭載のクロームブックがこんなに遅いはずがないという動画ね、前回の動画でまあ画面キャプチャーをしないでね、画面を直接撮る、スマートフォンで直接撮るやり方でやったら、確かにですね、だいぶ快適になったというか、 もちろんメモリーがね 4GB でいいっていうことじゃないんですけどやっぱり CPU パワーがそれなりに上がれば 4GB でもなんとか使えるしまあこれぐらいだったら使えますねっていうコメントもねありましたのでやっぱり N100 ぐらいのパワーがあると Chromebook もだいぶ使いやすくなるし 4GB でももちろん使い方いろいろありますんでねまあ比較的ライトな使い方をされる方であれば 4GB プラス N100 の 構成でも結構いいいいんじゃないかなかと思いますで結論としてそれが29,800円でねアマゾンのセールで買えるんだったらめちゃくちゃ安いよねっていう話だったんですねまあここまでは今までのあらすじなんですけどもでその動画にですねまああと以前から、えー、コメントでねその Z ラムって知ってます G ラムっていうのかな私も名前は聞いたことありますまあ、Linux とか アンドロイドとかでも出てきますけどちょっと技術的になんか難しそうであんまりそれ以上の興味は湧かなかったんですけどまあクローンブックもその Z ラム G ラム使ってるっていうことなんですよ。でその見方っていうのがあってまあこれも視聴者の方から教えていただいたんですけどもなかなかそれも面白そうな検証と言いますかねまあ実験というかちょっと自分でも見てみようかなということなんでせっかくなんで。 まあ動画にしたいいと思います、まあ、特に何かを検証するってわけじゃないんですけども、まあ、その Z ラムとの関係 G ラムとの関係を見るとまたそのメモリーのスワップの話がちょっとややこしくなってくるかなというところで、まあ、見ていきたいかなと思いますでこれはですね、えー、今までずっと検証に使ってきたその N100 の Amazon でバカ売れのレドモのねクローンブックですで今までの環境を一応そのままにしていますだから Android は入ってます Google プレイストは使ってます で、Linux も使っています。前の検証のままですね。一応同じ状態になっています。で、今までの動画を見てない方は、一応そちらはね、見た方がいいかもしれませんね。えっ、ー、と、一応動画の概要欄に今までやってきた検証のね、動画貼っておきますので、まあ、時間がある方は、最初から見ていただければいいかなと思います。で、その Z ラムですね、スワップと、スワップと結構なんかこう関係があるものなんですけども、まあ、とりあえずその画面を見てみましょうか。それではこれがですね、この Z とララムムですね、G、かもしれませんちょっと読み方がね、正確には分からないので、一応私の今回の動画の中では、一応 Z ラムとさせていただきます。まあ、この Z ラムと、あと CPU の使用率も同時に見れますと。で、さらにスワップも同時に見れるということで、この画面がいいですよということで教えていただきました。まあ、見方については動画の説明欄に、えー、一応ね、載せておきますので、えー、もし気になる方はね、自分の Chromebook でやってみてください。というか、本当にこの情報をいただいた視聴者の方、ありがとうございます。 めちゃくちゃ勉強になります。えー、っとですね。とりあえず、これが CPU 使用率ですね。ちょっと画面を拡大しましょうか。それではね、見ていきたいと思います。で、もちろん画面キャプチャーはしてません。やっぱりこういう検証系は画面キャプチャーするとね、やっぱそれがちょっとね、正確な検証にならないということなんで、まあ、今後はまあ画面を直接撮る形でいきたいと思います。まあ、CPU ですね。えー、ここに出ています。CPU の使用率は まあこちらですね。1.5ぐらいですかね。そんな低いのかな。えー、まあでも、これが CPU の使用率です。あ8とかね。まあ、この辺はだい大体あのシンダープリートに似たような感じかなと思います。でメモリーがこれですね。まあ、トータルメモリーっていうのがいわゆる物理メモリーの3 6 2イトですね。で使っているのが今2 4 8イトっていうことですかね。でスワップが7 2 3イト これは以前の,そのトップコマンドで見たのと大体似たような数字かなと思います。で、スワップ使ってるのが610っていうことなんですよね。だからスワップが7.23あるんだけど使ってるのは610ですよと。で、この Z ラムがこの Z ラムっていうのがまず何かって話になるんですけど、これはなんとなくスワップってあのストレージに移動してる。 メモリーから溢れたっていうか、使わなくなったものを、まあ一回そういうストレージ、例えば SSD とか、昔だったらハードディスクとか、そういうところに逃がしてるっていうイメージが強いと思うんですよ。私もそう思ってたんですが、この Z ラムっていうのは、メモリーの中に逃がすらしいんですよ。メモリーがいっぱいなのにメモリーに逃がすっていうのもちょっとまずそこでわかんないんですけど、でもそういうことらしいんです。まあ圧縮して逃がすっていうことらしいです。だから圧縮して 保存する領域をメモリーの中に作るっていうことなのかなわかんないけど <laughs>。この辺がわかんないからね、この Z ラムって、まあいいやって感じになっちゃうんですけど、まあそういうことを見たいです。なんとなくそう思ってもらえばいいんじゃないかなと。まあ、あの、本当に興味がある人はこれ調べてください。Z ラムってまあインターネットがありますね。今そういう時代なんで、あの、とことん調べようと思えばね、いろいろ調べられるし、海外のサイトとか見てもまあ出てくると思いますんで、まああの、本当にとことん知りたい方はそちらを見てください。まあ要は、メモリーの中に 圧縮しててデータをを逃がすす領域を作っいいるみたいで,すでおそらくこの使ってるスワップファイル610メガバイトが Z ラムにスワップしてるんですよ。だからオリジナルメモリーサイズっていうのが多分609。まあこれがほぼ一緒なんで、おそらくこれがスワップしてる、こっちにね。だからメモリーの中に逃がしてる。だからこの使ってるスワップっていうのは、えー、とストレージに逃がしてないんですよ。 メモリーで逃がしてるっていうことらしいです。だからメモリーに逃がして609ですということですね。で、圧縮率が73.6なんですよね。で、まあこの609を圧縮すると160ということです。だから610逃がしたやつをさらに圧縮して Z ラムに160メガバイトとして 記録してる。逃がしたっていうことなのかな。まあ分かります。私も本当によく分かんなくなっちゃうんですけど、これをだからこっちへ移したんですよ。よ608を、まあ607なんですけど、一応こっちへ移しました。で、そのまま移したんじゃなくて、圧縮したんですよ。よメモリーの中に逃がすために。それを73.62%の圧縮率で圧縮したら、160になったということです。で、トータルで使ってるのが195っていうのがどこの合計なのかわかんないんですけど、まあこれプラス、 まあなんか管理領域かわかんないけど、まあ使って195使ってるっていうことなのかな。まあ、だから結論から言うと間違ってるかもしれない。これは私がそう思ったんだけ,なんですけど、608を逃がすためにメモリーを195使ったっていうことでいいのかなわ <laughs> かんねえな。多分そういう感じじゃないかなと思います。で、ここであの教えてもらったのね。またその視聴者の方から非常に面白いあの教えてもらったのは、 結局、だから、前の動画でね、あの、スワップ入ってるからって別に遅くなってないですねって僕も動画の中で言ってるんですけど、だからスワップ入ったからダメだってことは別にないですよね、みたいな感じで言ってたと思うんですよね、動画の中で。まあ確かにそうなんですよ。あ、スワップ入ってますね、スワップ入ってますねって言ってましたけど、別にそんなに遅くなった感じなかったんですよね。極端にはね、多少遅くなったってのはあるかもしれませんけど、すごくこう劇的にね、よく Chromebook がもう固まっちゃって動かないとか、使い物にならないっていうほど、 遅くはななってないと思うんんででですすよまあどんなパソコンでもですねあのいろんなアプリ開いたりねあの結構こう負担がかかる使い方すれば絶対遅くなるじゃないですかだからそういう部分では遅くなってると思いますけど特にその劇的にねあの使えないぐらい遅くなったかっていうとそういうことではなくてむしろ、まあ、スワップしてすることによってうまく逃がしてるなっていう感じの遅さとかねちょっと引っかかりだったんですけども、まあ、だから要はストレージに逃がしてないっていうこと。 かもししれななないいいいっっててうううここととんんでですすよよねそらだからメモリーの中だけでやりとりやりくりしてるスワップも含めてだから高速だから4ギガバイトでも8ギガバイトでもあんまり差が出ないどっちにしてもメモリーで回してるからっていうもちろんそのスワップが頻発するっていうところではこれはすごい回数ねしょっちゅうそういうことになっちゃうんだったら当然そのもたつきってのは出てくるんだけれども比較的出にくいんじゃないかと。 だからこの辺のメモリー管理が結構うまくできてるんで、割とローエンドの端末 4GB でも 4GB でも大丈夫じゃないかっていうのがまあ Chromebook のメモリー管理の話です。ね、すごいですよね。すごい面白い話だったと思いません <laughs> まあこれが分かったからといって、まあ 改善されるってわけじゃないんですよね別にこの辺を自分たちでコントロールできるわけじゃないのでそんなにあの変わらないんですけども、まあ、ただあの今までやってきた動画をですねこう続けて見てきた中で、まあ、こういうこともあるんだよっていう部分でのね何でしょう技術的な知識の楽しみっていう部分では結構面白かったんじゃないかなと思います。でまたそういうものが、ね、あると意外と 4GB でもいいんじゃないのっていう気もちょっとしてきますよね。だからやっぱりメモリーじゃなくてどっちかっていうと cpu やっぱり CPU のパワーが大きい。だから N100 みたいに CPU パワーが上がれば 4GB でも割と良かったっていうね。そういう結論にちょっと持ってきたいかなっていう感じがするんですけども。一応この何本ものね、動画やってきましたんで、やっぱりメモリーじゃなくてメモリー 4GB、4GB って言われるんだけど、まあそれは 8GB のがいいんだけれども、でもそうじゃなくて、一番のパフォーマンスアップはもう、あの、 CPU、CPU を強くするしかないっていうね。メモリーのところは意外とうまくね、少ないなりにうまくやってますよっていうことが言えればいいかなっていうところで、皆さんどう思いますかね。まあ一応こういう話でですね。だから、要はストレージにスワップしてないんじゃないかっていう話です。まあでもこの表を見るとそうかもしれないって感じですね。この Z ラムっていうのは当然メモリー内のその圧縮される置き場なので、この606は ここに行ってるわけですよだからメモリーの中に行ってるわけですよね。ストこのスワップが、使ってるスワップがここに行ってるわけですよね。だから使ってないんじゃないかっていう話です。じゃあ、とりあえず、もっとスワップを増やしてみましょうか、一応。これ今まだ起動しただけで、特にアプリは開いていません。えー、もちろん Linux とかね、Android とか入れてますけど、特に動かしてないので、ちょっと動かして、スワップをね、あの時やっぱ、 4GB 近くまで行ってましたんで、それどうなるか見てみましょうか。それではですね、えっと、以前と大体同じように、Android アプリですね、えっと、これは Amazon プライムビデオですね、あと、ま、とりあえず DRM インフォとか、OneNote の Android アプリ、Linux でリ i b r e o f f i c e Microsoft Edge、あと Inkscape ですね。ま、一応だから Linux と Android の アプリを開きました。まあ、結構ね、メモリーは食ってるという状態だと思います。それでは先ほどのね、えー、Z ラムどうなったか見てみましょう。それでは実際に、えー、負担をねかけた時のまあラムの状態見てみたいと思います。えー、とスワップは7.23ですね。これは当然変わりません。で、スワップファイル使ってるサイ,サイズとしては3.85です、えー。かなり大きくなりましたね。ただこれをこっちへ逃がしてればですね、Z ラムというメモリーの中の 圧縮領域に逃がす今3.77ちょっとずれちゃったけど今だいたい一致しますよね33.76と。でそれを68.72%の圧縮率で圧縮することによってま1.17です。まあトータルとして大体だから1.2ぐらいに収めてるということでえうまくですね足りないはずのメモリーの中でメモリーの 領域を確保するっていう本当にちょっとね私にはわかんないんですけどどういう技術なのかわかんないですけどまあそういうことでやってるみたいですなんかストレージに逃がしてるっていうならね全然別物だからそこにデータを逃がすっていうのはわかりますけどで当然ストレージとねメモリー比べたらストレージの方が遅いからまあスワップ入ると遅くなるよねっていうのは一般的な話だと思うんですけどまあこれはめ足りないメモリーの中に逃がす領域を作ってメモリー内でやってるから そんなに遅くならないよっていうことだと思うんですけどもどうやってやってんのっていう話ですよねまあでもどうですかねこういう技術的な話にもなってきますけどもまあなかなか面白いなそういう技術があるんだなっていうことですごく感心しましたねまあでもやっぱりスワップは入ってるんですよでやっぱり4ギガと8ギガがね、えー、比べれば8ギガの方が当然スワップ入る頻度も下がるし当然スワップ使わないで済むケースが多いと思いますので まあそういう部分でメモリーの管理がしっかりしてるから 8GB は必要ではありませんっていう話ではありませんのであくまでもまあうまくはやってますとただ当然 8GB の方が余裕もあるし願わくばね 8GB の方がいいと思いますまあただいつも言ってますけど Chromebook の場合はなかなかですねローエンドの端末で 8GB っていうのがないのでまあローエンドについては CPU の精度も低いけどメモリーも 4GB でも 4GB なりに 結構頑張ってうまくメモリー不足にならない、なったとしても速度低下が起きづらいような仕組みでですね、まあ動かしているということで、まあその辺をですね、ちょっと頭の片隅に思い浮かべながら使えば多少クルーンブックが遅くなっても頑張ってるんだなって思ってまあ使えるかなということで、まあだからこれがね、分かったとしてもね、まあ Z ラムどれくらい使ってるかっていうのが分かるんですけども、まあスワップ入ってることにやっぱり変わりがないのでね、 まあそこについてはまあ以前と同じかなと思います。やっぱりこうね、アプリいっぱい開けば、使ってるスワップがどんどん増えてきて、えー、やっぱりね、徐々にこうスワップの入る頻度っていうのが増えてくるので、えー、少しずつやっぱり速度の低下とかね、いわゆるまあ重くなってくるとか、アプリの切り替えに時間がかかるとか、まあ、そういうのは徐々に発生してくるのは間違いないと思います。はい、ということで今日はですね、視聴者の方からいただきました大変有益な情報ですね、えー、Z ラムの話をさせていただきました。 なかなかですね私もこの仕組みについては正直よく分かりませんえ何度も言ってますけど足りないメモリーの中にそのメモリーを確保するっていうのがちょっとねこう想像ができないんですけどもまあでもそういう技術があってですねメモリー内でスワップをしてストレージに逃がすよりはより高速にですねスワップできるということでなるべく速度低下が起きないようなメモリー管理の仕組みを使ってるということで。 まず一つはそういうものをね、ChromeOS が使ってますと。で、さらにそれをチェックするページがあって、このページについては CPU の使用率だったり、メモリーの使用率だったり、あとその ZLAM の使用率だったり、まあそういったものがまあ一覧で見れるということで、まあこれもですね、そのパフォーマンスが気になる方にとっては、まあ 常に見ていたいという人にはねこのところを開いておけばずっと見ておきますのでまあそういった気になる方にはまあ非常にね見やすいページになっているんじゃないかなと思いますまあ、いつもね言ってますけれどもこういう検証動画あげるとですねまあ色々詳しい方からそういう有益な情報がいただけてまたそれをネタにね動画を作ってでまたその動画のネタにまた他の方からですねまた同じ方からかもしれませんがまあいろいろこうですとかああですかこうやった方がいいですとかねもう本当に有益な情報がもう山盛りと いうことで、まあ、だから私のね、あの、検証って、まあ、前回もね、その、画面キャプチャーでやったらそんなの意味ねえとか、いろいろそういうコメントもありましたけど、確かにそうだと思いますけども、まあ、そういう、でも動画を上げることによって、そういうツッコミもあってですね、そんなのやったら意味ないじゃんっていうところもあるし、いや、そういうのじゃなくて、そうじゃなくて、こうやった方がいいですよとかっていう意見がもらえるっていうところもあるので、まあ、そういった部分で、まあ、私の検証っていうのはちょっと緩いんですけれども、 まあ逆に突っ込みどころがあるというところでいろんな方から突っ込んでいただくことによって何か新しい情報がねこう発信できるということでまあだから叩き台的な話し合いするときもまずベースがないといいとか悪いとか話しづらいと思いますね。そういう部分で私のこの緩いねざっくり検証についてはですねそういった叩き台として利用していただければいいんじゃないかなと思いますま。なので私も今回ね理解はできなかったけど Z ラムっていうのがあって いやすごいなって思いな思ましたね、まあ、私のチャンネルをご覧になってる方結構ご存じの方も多いと思います結構詳しい人がね私より全然詳しい人も全然多いのであれですけれどももし知らなかった人がいればですね結構驚きの技術じゃないかなと思いますははい今回は以上です。